車すらままならないよ。悪くない動きだ。頼もしいでしょ。何もしてませんから人違いです。キリエだな。誰ですかキリエって。可愛らしい名前。友達があなたに全財産を取られて困ってるの。ああ、なんだそっちか。驚かさないでよ。思い出したぜ。お前あれだろ、5番街でガセネタを売ってたやつ。ああ、はいはい、そういうこともありましたね。あの後、そのすっごい剣、噂の何でも屋さんだよね。私、なんて運がいいの。今、神羅に追われてるの。助けて。神羅からも吸ったのか。間違い、手違い、勘違い。神羅の人をかもっちゃって追いかけ回されて、もう最悪。でもでも、取ったのはこのボロい鍵だけだよ。鍵泥棒はお前かよ。え、何？そんな評判になってるの？私殺されちゃう？それとも
一生ビクビクしながら暮らすの？ねえキリエ、私の友達から盗んだものを返して、そして鍵もちょうだい。いやー、渡したら行っちゃうでしょ。一人になりたくないよ。シンラは何とかする。だから返せ。やったー！シンラの奴らはボールマーケットの闘技場にいると思う。スペシャルな試合があって、それに私が出場するの。宣伝はバッチリ。本当？もちろんガセだよ。お前よく無事に生きてきたな。じゃあここにいるから安全になったら教えてね。準備はいいか？とっくにできてる！悪くない連携だ。あ、こんなもんよ。命知らずが。遠慮はいらない。
一瞬で終わりだ。楽勝。こっちだ。体勢を立て直すぞ。次が。オラオラオラ。下がるか。負けないから。
下がっていよう。
サムのところで確認しよう。お、来たな、チャンピオン。おかげさまでみんな帰ってきたぜ。これであちこちに物資を送れる。恩に着る。これよかったら使ってくれ。うちのフリーパスだ。これさえ持ってればいつでもタダでチョコボ車に乗れるからよ。チョコボはめでてよし、撫でてよし、乗ってよし。いいところしかねえ。どうしようもない俺がウォールマーケットでやっていけてるのもチョコボのおかげさ。こればっかりは裏も表もねえ。素直な気持ちさ。本当にコルネオのとこ行くの？行くだけ行ってみよう。なんだよ、コルネオと何かあったのか？言いたくない。あ？クラウド覚えてない。本当にいいのか？どんなお嫁さんになればみんなも助けてもらえる。
いくらいい曲でも2枚は一晩経ったけど、まだ心がざわついてる。酒の力を借りようとしたけど全く酔えない。クラウドさん、いつもご協力ありがとうございます。また新しいマテリアを開発できましたよ。引き続きバトルレポートのデータ提出をお待ちしています。あれ、新羅兵どこ行った？新羅兵はどんどん館に入っていったけど、何が起きているの？本日も闘技場はいつも通り開催するよ。コルネオさんが消えた。マジかよ。ようこそウォールマーケット1の武器屋へ。どうぞごひいきに。
ここだけの話、コルネオさんが消えたらしい。マジかよ。コソ泥もぶっ飛ぶこの威力、家内安全間違いなし。数量限定だからお早めに。実はキリエっていうのどうだ。分かった。おお、行ってみるもんだな。チャンピオンなら客も。なんでお前が。キリエはどうした、あの嘘つきの泥棒娘。こいつが神羅の追っ手か。キリエは来ない、俺たちが相手だ。まあいい、予定変更だ。この前の恨み晴らさせてもらうぜ。図らずもリベンジマッチとなったスラムエンジェルハイ。天使の杯を手にするのはどちらだ。レディーファイト。
だろ。よし、やっちゃおう。邪魔だ。よろしくね。お願いします。ほら来い。どうだった？安心しろ、もうシンラは追ってこない。本当？ああよかった。きっとは懲りだろう。うん、相手はちゃんと選ばないとね。そうじゃねえだろう。よし、これにて一件落着。というわけでそろそろ家に帰らないと。待ちな。あ、おばあちゃん、なんで？たく心配させるんじゃないよ。孫が世話になったね。孫って？あれ言ってなかったかい？この子は私の孫だよ。目元なんかそっくりだろ。ほらキリエ、鍵を何でも屋に渡しな。はーい。ねえ、その鍵って一体何だったの？うるさいね。自分の尻も拭えないあんたには早い代物さ。おばあちゃん、その例えやだよ。誰かで構わず盗むのはもうやめにしな。たとえ泥棒でもしっかり覚悟とプライドを持って仕事をするんだ。スラムエンジェルを名乗りたければね。ミレイユさんがスラムエンジェル？あんたはアバランチだろ。その様子じゃまだまだやり残したことがあるんだろう。
私も同じだよ。アバランチを名乗ったり、スラムエンジェルを名乗ったり、覚悟を決めて精一杯生きようじゃないか。私たちは何にでもなれるだろ。俺たちは何にでもなれる。あ？コルネオの財宝を手に入れて、それを配れば俺たちがスラムエンジェルだ。へえ、スラムエンジェルってのはそういう仕組みかよ。戦っているのはアバランチだけじゃないんだよね。だよな。まだまだ終われないね。コルネオは地下下水道に隠し部屋をいくつも持ってるって噂があるね。そういや、陥没道路で派手な扉を見た。コルネオ印がついた扉なら、コルネオは地下下水道に隠し部屋を。もしかしたらここも避難場所になるかもしんねえしな。みんないつまで待つつもりかしら。みんな家で一人になるのが怖いんだろ。どうする？一度帰る？そうだな。もしかしたらここも避難場所になるかもしんねえしな。みんないつまで待つつもりかしら。みんな家で一人になるのが怖いんだろ。どうする？一度帰る？そうだな。もしかしたらここも避難場所になるかもしんねえしな。ちょっとめまいが。俺の財布！兄貴！兄貴はやっぱ兄貴だ！その呼び方はやめろ。とにかくこれで旅立てる。行くの？ティファ、止めないでくれ。実は俺命を狙われててここにはいられないんだ。うん。でもティファがどうしても行かないでって言うなら俺。ジョニー元気でね。え、あ、はい。ジョニーならどこでもうまくやっていけるよ。おお、力が湧いてきた。ティファはやっぱ俺の女神だ。それじゃあ兄貴、ティファ元気で。
まま列車が動かなかったらどうするの。みんな、みんな家で一人になるのが怖いんだ。みんな、いつまで待つつもりかしら。みんな、家で一人になるのか。ほう。何か分かったら絶対に教えてくださいよ。
収まってきた。相手は出す。決めちゃおう。
すぐ終わる。一気に行くぜ。ああ、おう、引っ込んどけ。風に散らせない。悪くない連携だ。まあ、こんなもんよ。どうしたものか。おう、バレット。ワイマー、大丈夫か。自警団は動ける奴らが手は任せろ。噂は本当。地下に神羅の実験場が。クラウド君、実験場に降りて危険すぎる。俺にしかできない。その通りだ。頼む。意外と人が少ないな。先に逃げてきた連中はもう出発したんだ。皆さん準備ができたら出発しますよ。助けられるだけ。
前がよく書いて荷物を取りに戻ったりするか。出遅れたんだ。ふん、せって先立つものがないと苦労するだろう。車が迷わず星に帰れます。そういや、陥没道路で派手な扉を見たって聞いた。コルネオ印がついた扉なら、コルネオは地下下水道に隠し部屋をいくつも持ってるって噂があるね。
アイテムは金と引き換えだよ。さっさと選びな。じゃあな。幸せに一歩近づいたっぽ。患者が地下施設、地下施設って何だって話だ。すり鉢は息子が手に入れてきたんだ。エアリスは自分家以外でも花を育ててる。エアリスを頼んだよ。なるべく早く材料さえあれば俺が調合する。神羅製の薬もかき集めてるが足りないな。
なるべく早く。エアリスは自分家以外でも材料さえあれば俺が調合する。皆さんのおかげでこれで、列車は全線で運転を見合わせており、ファイヤー